はい、皆さんおはこんばんにちは、さとけんです。今回はケイトダイヤモンドくんの動画です。それでは早速レッツラゴー。ベースで使うのはこちらのオレンジベージュっぽいウィッグですね。室内で見るとオレンジちょっと強く見えるんですけれども、外で見るとこれぐらい柔らかい色になってます。ケイ君のウィッグを作るときは、オールバックのウィッグがおすすめですね。襟足の下の部分からカットしていきます。仕上がりの目安は、だいたい顎ぐらいになるんですけれども、巻いて上がることを考えて、まずこのぐらい伸ばして、あと被ったときに、ウィッグの方が顔が小さいので、またこれぐらい下げて、この境目ぐらいですね。長さの基準を決めて、切っていきます。髪型的にはあまり段を入れなくて大丈夫なんですが、ここ段が入ってないとちょっともさっとしてしまうので、軽く角を取るぐらいな感覚で段を入れておきます。先に今切ったエリアをすきばさみで量を調節していきます。ボリュームを調節したら、毛先はチョップカットで質感を整えていきます。これぐらいの長さの髪型になってくると、やっぱり下の方の長さ、この基準になる長さをしっかり決めてから作っていくのがおすすめです。次にミドルから上をカットしていきます。長さの基準はさっきと一緒なんですが、下の段を入れた部分、グラデーションの部分とつながずに、かぶさるようにディスコネクションという切り方をしていきます。今切った部分の下のところを基準にして、角を取るぐらいで、あまり段を入れずに毛先を整えておきます。このオールバックのウィッグだとあまり長さを切らなくても大丈夫なので、トップはメンテナンスぐらいで切っておきます。あとカットするのは毛先をなじませるぐらいですので、この隙に第1回視聴者アンケートの結果発表を行いたいと思います。おっと、その前に一件訂正があります。リュースくんの動画で告知をさせていただいたときに、アイドリッシュセブンの表記がこちらになっていたと思うんですけれども、正しくはこちらです。なのでトリガーもリバーレも含めてやっていこうと思います。ズールはすいません、ちょっとアニメが僕まだ追いついてませんので、また今度やっていこうと思いますので、トリガーとリバーレまでやります。はい、すいません、お待たせいたしました。視聴者アンケートの結果発表をさせていただきます。リクエストの多かった上から7位まで発表したいと思います。まず7位から4位まで一気に発表したいと思います。じゃん。7位ジョジョの奇妙な冒険で、同率5位でアンサンブルスターズと僕のヒーローアカデミアが5位です。そして4位がハイキューとなっております。続いて第3位、じゃん、呪術廻戦でした。噛まなくてよかった。レンチャンでいきます。2位と1位は実はかなり僅差でした。で2位が、はい、刀剣乱舞が2位でした。そして最後に1位が、今回はこちら、ヒプノシスマイクが1位でございました。おめでとうございます。はじめは1位からだけウィッグ作る予定でいましたが、せっかくコメントたくさんいただいたので、今この表示されている7つの中からはちょろちょろウィッグを作っていきたいなと思いますので、投票したのが1位じゃなかった方も楽しみにしていただければなと思います。実はこのアンケート取る前から決まってたスケジュールで、この動画の後、次の動画ですねに上げるキャラがこの中から一つ動画になりますので、そのヒントをこの動画の後半に散りばめておきましたので、ぜひ探していただければと思います。はい、ということで以上結果発表でございました。その間にカットも終わりましたので、セット前のケイ君がこちらです。ここからアイロンで形をつけていくんですが、まず前髪の2束ですね、両サイドをシングルピンで分け取っておきます。髪型的には両サイドとも耳にかける髪型になりますので、しっかり後ろに流れを作っておきます。これやらないとなかなか流しづらかったり浮いちゃったりするので、根元から熱をしっかり当てて押さえて形を作っていきます。反対側も同じです。
次にトップの部分ですね。こちらハーフアップっぽくも見えるんですが、公式にも書いてありました通りポンパドールになりますので、まずブロッキングはこんな感じで分け取っておきます。一番最後にセットしますので、今は分けて置いておきます。この分けた境目のところは、もともとオールバックのウィッグはふかしというチリチリした毛が入ってますので、しっかりアイロンで伸ばしておきましょう。ポンパドールの部分はしっかりボリュームが出るように丸みをつけていきたいと思います。指でこうなぞるような感じでふわっとさせていければいいかなと思います。トップの方まで作ると、戻すとこんな感じでふわっとしてくれます。ケイ君の髪型はあとはもうゆるい波打ちウェーブがほとんどです。内巻きと外巻きのバランスをいい感じに調節しながら、画像を見ながら作っていければいいかなと思います。どちらかといったら毛先が外に向いてるものの方が多くはなるんですけど、内側はあんまり強く巻きすぎないで、表面の毛を波にしていけたらそれっぽくなってくるかなと思います。ところどころ短い毛を作って外跳ねさせてあげると、マジカメ映えするケイ君になるんじゃないかなと思います。前髪の根元も熱を当てて指で立ち上がりを作っておきます。前髪の巻き具合は後ろよりもかなりストレートめというか、もう本当にゆるーく巻いてあげて、毛先が細くなるように量を調節しておきます。ケイ君に使うスタイリング剤はハイアリに便乗して、こちらの N ドットのナチュラルバームを使います。あんまりカチカチになりすぎずに、ゆるーく毛束の動きが作れるのでおすすめです。耳掛けするところはしっかり揉み上げを押さえながら止めてください。ここからポンパドールを作っていきます。本当はバッテンでピンで止まってるだけなんですけれど、それだとちょっと安定しないので、先にこの真ん中に顔の方に向かって縦にピンを1本入れておきます。そうするとかなり止まってくれるので、後で飾りで両サイドからピンを刺せばいいだけになります。柔らかい感じになるようにコームのテールで少しずつ毛束をほぐしてあげて、つるんとした感じになりすぎないようにネジピンで間を空けて留めておきます。先ほどまっすぐ留めたピンの上に、右からと左からでスモールピンをバッテンに留めてあげます。こんな感じですね。留めた後の毛先はやや上向きがメインで形をつけてあげて、長さを整えたらランダムに軽く散らしてあげるといい感じになると思います。先ほどと同じように耳掛け部分はしっかり押さえてからスプレーをして、この輪郭にかかる前向きの毛束もしっかり1個作ってあげるといいかなと思います。あとはかっちりしすぎないようにバランスを整えてあげて、しっかりハードスプレーで固定して仮止めしておいたピンを抜いたら完成です。はい、ということでケイトダイヤモンドくんのウィッグ完成です。さあ、途中に隠れていたのは誰だったでしょうか。答えが分かった方はコメントいただけたら答え合わせしようと思います。その後のツイステの動画はジャミーくんを予定してますので、楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してまた見に来てください。それでは。